こんばんは、元男の子の青木かのんです。いつも見てくださってる視聴者の皆様、本当にいつもありがとうございます。今回の動画は私の YouTuber 専業になって2年記念日です。なので動画撮ってますということで、今回はちょっと皆さんと一緒にお祝いをしたいなって思ってます。今までこの2年間であったこと、まあ、YouTube を始めてあったこととか、辛かったこと、楽しかったこと、少しちょっと真面目にお話ししていこうかと思って、よかったら見ててください。私さっき地元の友達と飲んできたから今酔っ払い気味なんですけども、まあ、ちょっと二次会イエーシということで、今回のお供はほろ酔い塩スイカ味。塩ってつくやつ私好きなんですよね。塩バニラとか。乾杯。皆さんも飲んでください。早速本題に行きたいと思うんですけど、 YouTuber っていう職業をやって周りからどういう風に今まで見られてきたかについてお話をしたいんですけども、やっぱりその YouTuber 始めたての頃って、まあ周りは冷たい目で見てきますよ2014年ぐらいに私やってて、まあ専業だったら2017なんですよ。でそれまではもう本当に専業じゃない、ただのなんか趣味 YouTuber みたいな感じだったんですけど、別にそんな自分から YouTuber やってるよって連絡してない子からもうなんかその動画の URL で「何青木こんなことやってんの？」みたいな、かっこ笑いみたいな、なんかそういう風にちょっと笑われる感じで、でその当時も同窓会とか行くと「ああまあ頑張ってね」みたいな、やっぱね悔しかったのすごい。でも自分的にはとりあえずがむしゃらにやってたんだけども、なんかいつか私はそのこの YouTube を通して自分のやりたいことをなんか掴むんだみたいな、まあ、例えるのはその歌を出すっていうこともそうだし、まあ、YouTuber としてその一人前になっていくっていう、まあ、そういう気持ちで私いたんで、その当時やっていたことも決して私の中ではそのおもちゃ紹介も間違いではなかったって今はも思ってます。まあ、周りから見たらね、もう結構ふざけてるように見えちゃうかもしれないけど、同窓会行くのも結構そういう風に周りから見られちゃうから、なんだろう、おっくうになったらっていうか、周りはみんなね、私の同い年はもうその当時は21歳とか22歳大学生もしくはその就職してるから、みんな立派に生きてるわけですよ。その中で私は何やってるんだろうって、なんだろう、自分一人でたまに不安になることもあったんですよね。でそっから、2017年まで飛ぶんですけども、専業 YouTuber になります、なりました。やっぱり専業になると周りのその目も少しずつ変わってくるっていうか、青木なりに頑張ったんだねってこう言ってもらえるようになるんですよね。それがすごく嬉しくて、っていうか、なんだろう、自分も一人の人間として認められたんだみたいな、いうちょっとした安堵感に包まれるんですよね。でもそれってその YouTuber 専業になったからっていうのもあるんだけども、やっぱりその周りの視聴者さんからの反応なんですよ。それが私は全てだと思ってて、視聴者さんがこうやって一人一人毎日動画をこうやって見てくださってるから私のこの生きるその環境が変わったんです。だから私がすごいっていうよりかは視聴者さんに本当に感謝してます。特にね、その YouTube あるあるのか分かんないんですけども、うちの職場の〇〇ちゃんが青木のこと知ってて、ちょっと〇〇ちゃんに向けてメッセージ動画今撮っていいみたいな、なんかそういう風に言ってもらえるのってすごい本当嬉しくて、まあ、ついさっきそれもあったんですけども、そういう出来事が見てるその子ね、ありがとうね。一つ一つのこの視聴者さんの輪がこうやって重なっていって今があると思うと本当に感謝してます。いやー、なんかね、泣きそうになりますね、こういうふうに思うと。2年間も YouTube を専業として続けられてきたっていうのがすごい奇跡だと思うし、いつまで続くかも分かんないですからね、この仕事は。私のこと飽きて離れていっちゃった視聴者さんも多分いると思うし、これから楽しんでね、こうやって見てくださる視聴者さんもいると思うんですけども、1回でもこうやって動画を見てくださった視聴者さんにはずっと感謝してます。ありがとうございます。本当そうですよ。物事って継続することってすごい難しいと思うんですよ。で私の場合、自分が
継続できてることがすごいじゃなくて、もう見られないと始まんないことですからね、 YouTube って。私今までね、なんかいろんな仕事やったんですよ。バイトね、新聞配達でしょ、不動産の仕事やったことあるでしょ、あと居酒屋の、あの店前立って居酒屋どうですかっていう仕事やったでしょ、居酒屋の中の仕事やったでしょ、スーパーの仕事、コンビニ3店舗、あとイトーヨーカドー、タイ料理屋、あとパイナップルの芯を引っこ抜く仕事でしょ、あとはデパートの裏の路線階段の1階から3階までロールケーキ運ぶ仕事でしょ、まあいろいろやったんですよ。でもね、全部続かなかったの、なかなか。で、続いたのは多分伊藤ゆかどの仕事ぐらいなんですけども、それが全然続かなくて、自分ってこの、なんか、何やっても続かない人間だな、もう中途半端に全て終わらせてきちゃった人生だし、そうやってやってきた人間が、こう、なんだろう、毎日自発的に自分でこう動画を撮って、届けたいって、視聴者さんに見てもらいたいって思えるようになったのは、こうやって温かく迎えてくださる、コメントくださったりとか、いいねをしてくれたりとか、チャンネル登録してくださってる皆さんが受け入れてくれたからなんですよね。もういや、これ以上ね、ありがとうございます、ありがとうございますって言い続けてもね、なんか逆に薄っぺらくなっちゃうから、もういいや。私がこれから、YouTuber、もう専業で2年目になって、どうなっていきたいか話します。まず、今までは男性向けに、まあ、寄せた動画作りをしてきたんですよ。多分あんまり私は意識してなかったんですけども、まあ、自然とそういう形になってて、でこれからは今までの男性向けもそうだけども、女性にも楽しんで見てもらえるような動画を作りたいなと思ってて、それに理由があって、やっぱり私はその性別を男から女に変えたわけで、今までこう男として20年間ぐらい生きてきて、女性としての教育を私は受けてないんですよ。小学校とかも男で通ってたわけだから、なんかちょっとその世間とのギャップを感じる時があって、あ、女の人ってこういう時はこういう風にするんだみたいなが抜けてる部分があって、そういうのを私はもっと身につけたいっていうか、今までやってこなかったこのコスメレビューとか結構私好きなんですけども、下手とかそういうあんま綺麗にできないっていう、なんかそういうのが勇気いるなと思うんですけども、ちょっとやってみようと思います。で、どっちかというとそういうお化粧動画って視聴者さんにレクチャーする系じゃないですか。こういうのもあるんだよみたいな発信すると思うんですけども、私は視聴者さんと一緒に同じ目線で、同じ目線っていうか、私逆に視聴者さんからアドバイスいただいちゃうぐらいの知識しかないから、でもとりあえず何事も挑戦ということでやっていこうかなと思います。頑張るぞ。2年目は今までの男性の視聴者さんにも向けた動画も作りつつ、女性の視聴者さんにも楽しんでもらえる動画を作ります。もう宣言したからね、おしゃれにも気を使わないと、ということで2年目、3年目も青木かのんチャンネルよろしくお願いします。ごめんね、酔っ払って、これはだけ酔っ払うのが、もしこの動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。 Twitter、Instagram、 そしてリフレクションチャンネルも画面の下にありますので、ぜひチャンネル登録してね。また次の動画でお会いしましょう。すいません、酔っ払いで。埋もれてゆく夜空の下。